武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の医学部医学科の入試について話していきたいと思います。山梨大学の医学部医学科はですね、後期試験しかない、医学部ということで、まあそこのあたりがすごく特殊な、大学になっているんですが、またこちらはですね、英語が二次試験になく、数学と理科で、勝負する大学となっています。で、センターのパーセンテージはだいたい9割弱から9割は超えたいかな程度、なので基本的には9割が目標になってくるかなという形になります。で、他と違って、後期の方が人数が多い医学部医学科っていうのも、それなりにあるんですが、後期しかないというところは非常に珍しいので、ここを受ける場合だと、かなりその前期でも難関を受けている人たちが、こちらにスライドしてきて後期で山梨を受けるってケースも多いので、かなり難しいところまで問題解けないといけないという前提で、勉強をしておきましょう。それでは、科目ごとの勉強、数学、物理、化学、生物、自分が見たい科目を選択してください。